鳥居和義が死去。代表作にトイレット博士など。鳥居和義が2月9日に死去した。75歳だった。現在愛知県現岡崎市にあたる片野村出身。春日不二雄に師事し、1968年に週刊少年サンデー小学館に掲載された読み切りのギャグ漫画口なし犬でデビューを果たす。1969年より週刊少年ジャンプ集英社にて連載されたトーレット博士、週刊少年マガジン講談社連載の噂の展開、週刊少年チャンピオン秋田書店連載のくたばれ父ちゃんなどの代表作を持つ。地元である愛知県の愛知淑徳大学では教授も務めたということです。鳥居和義さん、19歳の時に映画制作の道に入るが、入社した国映が、アニメーションの制作の事業に乗り出して日本放送映画でアニメーターに転身されたんですね。その後スタジオゼロに移籍されて原画スタッフとしていたところ、同社の役員で同じビルに仕事場を持っていた赤塚不二夫さんにスカウトをされるんですね。1968年に不二夫プロダクションへ移籍されて、赤塚先生のアシスタントを務め、またアイデアマンとして赤塚や長谷川、長谷邦夫さん、古谷光俊さんとともに、おそ松くん、天才バカボン、猛烈あたろうのネタ出しにも携わったということですね。その後、尋常ギャグの漫画の、トイレット博士の連載を開始されてますね。で、この同作品は、ご自身の代表作になると同時に単行本の発行部数が1000万部を超える爆発的なヒット作となったんですね。1971年の秋には不二雄プロダクションから独立されて、1977年にトイレット博士は全30巻で連載を終了されるんですね。この30巻というのは当時としては記録的な長期連載であって、まあ、後にこち亀に、こち亀が1984年6月に31巻を、発売されて記録を更新。その後は2016年10月に全200巻で完結してるんですが、こち亀に抜かれるまでジャンプ史上では最長記録であったんですね。テレビアニメ化の、話はあったものの、こういったタイトルなもので、タイトルをゴールデン、タイムにふさわしいものに変更しようと、要請はあったらしいんですけども、まあ、話がなかなかまとまらなかった、で、できなかったということですね。またこの作品は少年ジャンプの、モットーでもある友情、努力、勝利っていうのが初めて作品中で、掲示された作品とも言われてるらしいです。鳥居和義さんの、ご冥福をお祈りいたします。